西武ハイヤー株式会社は、西武グループに所属するタクシーハイヤー事業者である。1967年創業。本社は埼玉県所沢市。ジャケット、スラックスともに、ノーコン、西武鉄道グループの車掌入りの白いワイシャツ、紺のレオマーク入りのネクタイナフが自社キャンペーンのバッジを必ず着用。靴は黒いレザーシューズを着用。 夏季のクールビズによるノーネクタイでの業務も行っておらず年間通してのネクタイの着用を義務づけている。埼玉県南西部交通県と東京都多摩地区を営業地としている。東京23区内では西部交通工業という会社が営業しているが西部グループとは無関係である。所沢営業所、鞘山川丘営業所所沢交通は 所沢営業所内の所沢交通、西武ハイヤー共同配車センターより、無線配車が行われている。川越営業所、入間営業所、反応営業所は、川越営業所の廃車室より、無線配車が行われている。ひばりが丘営業所、東村山営業所、清瀬営業所は、ひばりが丘営業所の廃車室より、無線配車が行われている。 西武ハイヤーの車両、西武ハイヤーの車両幸せの、黄色いタクシータクシーは293台、ハイヤーは28台を所有。タクシーの車体色は白地に赤、緑、青のラインのライオンズカラーで、トランクリットにレオのマークが入り、アンドンは西武鉄道の旧車掌が入る。一部は黒ボディのハイグレード車である。なお、以前は西武バス路線車と同じデザインであった。 1970年代は三菱自動車、1980年代は西武日産からの購入が主であったため、三菱車、日産車が多かったが、現在はトヨタ車も多い。西武バスも同時期は三菱不走車、日産ディーゼル車が多かったこととも関係している。2015年に西武鉄道100周年企画の一環として、NV200 バネットの一部に、 西武鉄道の通勤型車両に準じたカラーリングを施し、幸運の黄色いタクシーとして運行している。ありがとうございます。